オランダ王国オランダオランダネダーランド国の標語、ジュベインティンドライークゾルハンドヘイブン国家、ミルヘルマス・バンナ・サウェイ・ビルヘルムス・ファンナッソエ・ソーェオランダは西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家。東はドイツ、南はベルギーと国境を接し、北と西は北海に面する。ベルギー、ルクセンブルクと合わせてベネルクスと呼ばれる。憲法上の首都はアムステルダム。 カリブ海のアルバ、キュラソー、シントマールテンと共に、オランダ王国を構成している。他、カリブ海に、海外特別自治領としてボネール島、シントユースタティウス島、サバ島がある。オランダは世界において、報道の自由、経済的自由、人間開発指数、クオリティオブライフの最上一国の一つである。二0 1九年では、世界幸福度報告では、世界第五位、 一人当たり GDP では世界第ない人間開発指数で10位であった。詳細はオランダの国名を参照国名及び通称はオランダ語でネダーランド。これは低地の国、低地地方を意味する普通名詞に由来するため基本的に定冠詞をつける必要がある。通称のネダーランドはオランダ王国の欧州における国土を意味するため単数型で 正式名称に使われている、デネーデルランドは、海外領土を含めた概念のため複数形である。ゲルマン系言語ではドイツ語で、第イニーダーロンダ、ラテン系言語ではフランス語で、レペイズ、バス、スペイン語で、ロースパゼスボホス、イタリア語で、アイパイシバッシ。いずれも複数形であるのは、伝統的に現在のベネルクス三国のある、低地地域一帯の両方群の歴史的総称を、 受け継いでいるからである。なお、複数型ではあるものの、英語やスペイン語など言語によっては、しばしば集合名詞あるいは王国を略したものとして、単数扱いされる。俗称の、ホランともよく使われるが、これは、スペインの支配に対して起こした80年戦争で、重要な役割を果たしたホラント州の名に由来し、固有名詞であるため監視がつかない。公式の英語表記は、 ザ・ネザーランズ。形容詞及び名詞形のダッチは元来ドイツを指し、同国の支配から脱した17世紀以降オランダを意味するものに変わっていった。ただし、歴史的に英乱間で貿易や海外進出をめぐって激しい競争と対立が発生したことから、軽蔑のニュアンスが強く、ネザーランダーやホーレンダーが用いられることもある。日本語の表記はオランダ。 漢字表記は、オランダ、オランダ、オランダ、ニランタ、ニラン、ニトクランと表記され、ランと略される。由来はポルトガル語における、ホラントの表記、オロンダ、LD が戦国時代に来航した、ポルトガル人宣教師によってもたらされたことによる。オランダ政府は、2020年1月1日をもって、国名としてのホラントの使用を廃止し、 外務省も諸外国にこの通称から変更するよう呼びかけている。なお、日本のオランダという故障については、日本語の言葉として定着していることから変更は求めないとしている。詳細は、オランダの歴史及びオランダ君主一覧を参照元来、現在のベネルクス地方は新生ローマ帝国の領域の一部で、毛織物産業や海上貿易により栄えていた。 15世紀末からスペインを本拠とするハプスブルク家の領土となった。宗主国スペインによる従前政策に対する反発とともに、主に現在のオランダ地域を中心とするネーデルランド北部地方の宗教は利順追求を求めるカルバン派が多数を占めていたため、カトリックを強制する宗主国スペインとの間で1568年にオランダ独立戦争が勃発した。しかし、 戦争の長期化により、カトリック教徒の多かった南部十州は独立戦争から脱落した。この80年戦争の結果、1648年のベスト・ファーレン条約で独立を承認された。17世紀初頭以来、ネーデルラント連邦共和国は東、インドを侵略して、ポルトガルから高領貿易を奪い、オランダ海上帝国を築いて黄金時代を迎えた。 英乱戦争に重なって、オランダ侵略戦争が起こり、本土へ最下をもたらした。しかし、ウィレム3世総督時代に、ルイ14世の出した、フォンテーヌブローの直令が、中産ユグノーを共和国へ退去亡命させた。彼らの力により、独立戦争から、すでに卓越していた、戦意、占領産業が、さらに進歩した。 加えデルフトの陶器とアムステルダムのダイヤモンド加工も世界に知られた。ウィレム三世は名誉革命でイギリスへ渡った。フランス革命が勃発すると革命軍が侵入しバタビア共和国が成立した。バタビアは1806年ナポレオンの弟ルイ・ボナパルトを国王とするホラント王国に変えられた。さらに1810年フランスの直轄領として併合された。 ナポレオン戦争後のウィーン会議ではこれまで、オーストリア領であった南ネーデルラントを含む、ネーデルラント王国が成立し、オラニエナッサウケが、王位についた。オランダ全土の労働者人口と、南ネーデルラント農民の大部分は、カトリック信者であった。南ネーデルラントを統合しようとするとき、王に大使カトリックの聖職者は、ウィレム一世と憲法に反対した。 オランダは残された東インド植民地で過酷な搾取を行った。1830年、カトリックと自由主義者による独立戦争が起きて、1839年、オランダはベルギーの独立を承認した。1873年には岩倉施設団がオランダを訪問しており、当時のロッテルダム・ハーグ・アムステルダムなどの様子が、米欧海乱実記に一部イラスト付きで詳しく、 記されている。19世紀後半から20世紀初頭のオランダ社会は政治的にはカトリック・プロテスタント、社会主義、自由主義という4つの柱で組み立てられていった。オランダは第一次世界大戦で中、政党を中心として企業、労組農民、大学、銀行、マスメディアその他にわたり徹底的に4つの柱で住み分けと縦割りがなされた。 1921年、ハーグに国際司法裁判所が設置された。相対的安定期、オランダのゾイデル海開発が進められた。第二次世界大戦では中立を宣言するも1940年5月、ドイツに奇襲され、一週間余りの戦いで敗北し、王族はイギリスに亡命した。その後1941年に中立を破棄し、日本に宣戦線復刻するが、 東インド植民地は、まもなく、日本軍に占領されている。オランダ本国はドイツによる軍政が敷かれた。この時期に、アンネの日記で有名となる、フランク一家など多くのユダヤ人が、ホロコーストに会い、強制収容所へ送られている。オランダ本土については、1944年9月に、連合軍が、マーケットガーデン作戦を実施してアイントホーフェンを呼び、 その周辺地域を解放するが、アムステルダムを含めた多くの地域の解放は、1945年春にドイツが降伏してからである。東インド植民地は夏に日本軍が撤退し、その後は再びインドネシアに侵攻してインドネシア独立戦争を戦った。戦後国力が低下していた上に、これまでの過酷な植民地支配に憤慨したインドネシア。 独立勢力を抑えることはできなかった。国際世論の支持も得られず、アメリカや国際連合の圧力もあって、独立を承認せざるを得なくなり、結果として国際的地位の低下を招いた。戦争の終盤、ウィレム・ドレイスが首相を務めていた。1960年から水路問題が段階的に解決された。1964年、 王女イレーネがカルロス5でボルボンパルマと結婚し、王位継承権を放棄した。2年後、ベアトリックス王女がクラウスフォン・アムスベルクと結婚し、国民から怒りを買った。1967年、アントウェルペンが運河でライン側と結ばれた。1973年からの労働党、連立政権において、新旧領収派が支持を失い、 1980年に大合同してキリスト教民主アピールとなった。1992年ベネルクス三国として欧州共同体の創設メンバーとなり欧州連合に発展させた。オランダ海上帝国の最大半島オランダは早くから世界進出しアジアとも関わりが深い。オランダによるジャワ島を中心とするオランダ領東インド支配においては 1825から30年に起きた民衆反乱を弾圧した後、強制栽培制度を1830年に実施した。これは、ジャワ農民に対し、土地の一定割合で稲作など、食用の栽培を禁止し、コーヒーや砂糖キビといったヨーロッパ輸出用の高級作物の栽培を強制する制度で、ナポレオン戦争後のオランダ本国が置かれた。 経済的苦境を打破するためのものであった。この制度により、ジャワから強制栽培品を安く買い上げ転売したオランダは、経済が好転、鉄道建設をはじめ、産業革命と近代化のための資本蓄積に成功した。原罰によって実施された、この制度で、ジャワ農民は稲や麦という自給食料を失い、1843から48年には基金に、 苦しみ多数の死者を出したと言われている。強制栽培制度は、中断を伴い形を変えて20世紀まで続けられ、第二次世界大戦中の日本軍のオランダ領ジャワへの侵攻とその撤退後も解決されず、インドネシアとオランダとの独立戦争の終戦まで続いた。詳細は、オランダの政治を参照デンハーグの国会議事堂生態は立憲君主制で、 国家元首は2013年4月30日に即位したウィレム・アレクサンダー。議会であるスター・テン・ヘネラールは任生で、第2委員150名、第1委員75名から構成され、議員内閣制を取る。2010年2月20日、キリスト教民主アピール、労働党とキリスト教同盟の3党連立から、労働党が離脱したことで第4次、バルケネンで政権が崩壊した。 これを受けて、同年6月9日に、第二委員の総選挙が実施され、マルクル率いる自由民主国民党が31議席を得て第一党となった。しかしながら、複数の政党との間で協議が難航し、連立の枠組みがなかなか定まらなかった。最終的には21議席を得た、キリスト教民主アピールと組み、同年10月14日に、ルッテを主犯として、 少数与党による中道派連立政権を発足させることとなった。この連立政権は24議席を持つ極右政党の自由党の格外協力を受けた。その後、2012年に再度総選挙が行われ、第一党を維持した自由民主国民党と第2党となった労働党との連立による第二次ルッテ内閣が成立した。第二次世界大戦後、オランダは 寛容な福祉国家を築き上げたが、1970年代のオイルショックの後は、オランダ病と呼ばれた不況と財政の悪化に苦しんだ。その対策として1982年に、バッセナー合意が結ばれ、雇用の確保に努めながら、企業の国際競争力の向上を図ったことで、1990年代には、経済成長と失業率の低下が実現し、オランダモデルとして、 注目を集めた。しかし、リーマンショックに橋を発した経済危機を受けて、さらなる財政の緊縮が求められている。詳細は、オランダ軍及び欧州連合の軍事を参照オランダ軍は、陸海、空産軍及び国家憲兵隊の4軍種からなる。人員は約六万1名。冷戦期は徴兵制をとっていたが、百九十六年に廃止された。 現在は完全志願性の軍隊になっている。北、大西洋条約機構に加盟しており、近年は欧州連合による地域紛争解決のための欧州連合部隊にも加わるなど、集団安全保障体制を構築している。また、アメリカとニュークリアシェアリングをしており、独自の核戦力は保持していないが、核抑止力を持っている。詳細は、オランダの国際関係及び、 オランダ語連合を参照で島における日蘭貿易詳細は日蘭関係を参照オランダは江戸時代の鎖国下で欧州諸国で唯一外交関係を維持した国である。当時オランダを通じてもたらされた学問、技術は、1844年7月29日、オランダはオランダ国王の新章軍艦で江戸幕府に届ける旨を あらかじめ商船船長のヒートルアオヘルトヒツキから、江戸幕府に通知させた上、8月15日、軍艦の船長ハーエースコープスから、それを届けさせた。新書は、江戸幕府が鎖国を解くよう、またオランダ船やその船員、日本人に対する待遇を改善するよう求めたもので、美術品や地図、植物図鑑、天文学書などが付されていた。また、 1852年9月11日には、バタビアの裁判官で、オランダ貿易協会のデジマ・オランダ省官の官庁トンクル・キュルシュスが、老中、安倍正宏の許可を得た長崎部行に、国王の命によるバタビア帝徳からの新書を届けた。新書は、アメリカ合衆国が蒸気船軍艦で訪日し、日本に通商を求めるらしいという風説を伝えた上、 戦争を避けるように希望するもので、開国、明治維新に向けての下地が準備、形成されることになった。1873年には上実の通り、岩倉施設団がオランダを訪問した。第二次世界大戦時、日本はオランダの植民地であったランインを攻略し占領した。このことが第二次世界大戦後、インドネシア独立の大きな要因となって、 オランダは重要な植民地を失い、また、戦中の白馬事件などの影響もあって、戦後は反日感情が強かった。戦後オランダ法廷は、日本軍 BC 級戦犯に対し、アメリカ法廷、中国法廷を上回る236人に死刑判決を下した。これは連合国による対日裁判で最多の数となった。オランダは、 サンフランシスコ平和条約を締結し、その際に賠償請求権も放棄したが、後賠償請求を続け、1956年には、オランダとの主的請求権解決に関する、議定書において、ジャワで拘留された元捕虜や同国民間人に与えた、損害について、日本から補償を受けた。詳細は、日本の戦争賠償と戦後保償を参照その後も、反日感情は残存し、 1971年の昭和天皇オランダ歴訪の際には在位中の昭和天皇はオランダ人にとって戦争犯罪人とみなされていたため市民から卵山法瓶を投げつけられるなどした。また、ベアトリックス女王が1986年に日本訪問の計画をした際には議会と世論の反発で中止した。昭和天皇崩御後の1991年10月、 ベアトリックス女王は歴代オランダ元首として初めて日本を公式訪問。天皇が主催した晩餐会のスピーチでは第二次世界大戦時のインドネシアにおける自国民の犠牲について言及する一方、翌年3月に開業を控えていた長崎県のテーマパークハウステンボスにも言及し、乱日関係の親善を強調した。1990年代より、 従軍安ん問題が世界レベルで議論された際には、オランダも再度請求を開始、日本政府はアジア女性基金により総額2億5500万円の医療福祉支援を個人に対して実施した。その後2006年にはオランダは交代し、ナルヒトシンノーと同比マサコラ一家の長期制御を受け入れるなど、日蘭関係の有効面を見せたが、2007年7月に、 アメリカ合衆国会員121号決議が採択されると、オーストラリアに続いて、11月20日に、オランダ会員慰安婦問題謝罪要求決議が採択。2008年8月、オランダ中日大使のフィリップ・ヘルは、参議院内集会において、強制があったかどうかということなど問題ではないと述べ、日本政府が謝罪をするべきだと述べた。詳細は、慰安婦を参照オランダは、 対日貿易では赤字であり、2005年の貿易額は、日本からオランダへの輸出が1兆5、76億円、オランダから日本への輸入が2、439億円。2004年の直接投資は、日本からオランダが7、764億円、オランダから日本が3、164億円で、いずれも EU 加盟国中、第1位となっている。2019年の、また、 オランダでは EU 域外の者が働く場合、様々な労働許可の手続きが必要となるが2014年12月24日、オランダ政府は1912年に締結された日蘭通商公開条約の最恵国待遇条項を根拠に日本国籍を持つ者には自由に労働が可能な居住許可を交付することとなった。これにより日本国籍の持ち主はオランダにおいて 住民登録と銀行口座を開設すれば、労働許可を申請しなくても働くことが可能となっていた。ただし、2016年6月20日、前述の最恵国待遇条項の根拠となったオランダスイス二国間条約の解釈も見直され、2017年1月1日以降の労働にあたっては、日本人でも通常の労働許可を得なければならないこととなった。 詳細は、オランダの行政区分を参照オランダ本土は12の州に分かれており、州はさらに441の基礎自治体に分かれている。また、カリブ海には海外領土を持つ。これらはかつてオランダ領アンティルという枠組みであったが、現在は解体された。アルバ、キュラソー、シントマールテンは3つの自治領であり、 それらに本土を加えた計4カ国が対等な存在としてオランダ王国を構成する。また、ボネール島と新というスタティウス島およびサバ島は3島を合わせてベス諸島とも呼ばれ、ヘメンテ相当の自治体として本土に組み込まれている。ベス諸島を除く本土の地方行政区分は以下の通り。オランダ本土の州。州名は数字を、州とは丸印を参照。 星印は首都アムステルダム。オランダの州詳祭は、オランダの都市の一覧を参照人口順に主要都市を列挙すると次のようになる。オランダの地図中央の人口湖は、アイセル湖、ワデンカイトの間をアフシュライト大区が遮っている。詳細は、オランダの地理を参照オランダは、ライン川下流の低湿地帯に位置し、国土の多くをポルダーと呼ばれる、干拓地が占める。 国土の1、4位は海面下に位置する。ヨーロッパにおける最高地点はドイツのアーヘンに近い南端のファールスにあるファール、ス山における322.5メートル。ドイツ、ベルギーとの三国国境点に近い公園内に最高地点を示す小さな塔が築かれている。二0 1年十月十日の憲法改正によってサバ島がオランダの特別自治体となったため、 オランダ全域における最高地点はサバ島に存在するシーナリー山である。最低地点はロッテルダム北東のマイナス6.7メートルである。オランダの国土は海側から海岸沿いの砂丘部、ポルダー、東部の高地である。砂丘部は北海の高潮から国土を守る大切な働きをしている。干拓を行うと地面が低下していく。 この現象は今も起きている。過去数世紀にわたり、1世紀あたり15から20センチメートルも低下していると考えられている。そして現在は海面水位が上昇するという温暖化の影響を受けている。詳細は、オランダの河川一覧、オランダの運河一覧、オランダの湖一覧、及びオランダの島の一覧を参照観択計画13世紀以来、 干拓により平均して一世紀に350平方キロメートルの割合で国土を広げてきた。1836年に大洪水が起こり、ハーレルマーコが干拓され、スキポール空港が建設された。1927年、国土の中央より幾分、海よりに位置するゾイデル海を締め切り、大堤防によって海から遮ることを目論んだ、ゾイデル海開発計画が発動された。 6年の工事の末、大堤防が完成、以来愛せること呼ばれている。内部には4つの干拓地が設けられ、大阪府の面積に匹敵する1650平方キロメートルの高地などが生まれた。多くの干拓地が島のように密集して存在することからオランダは千の島の国と呼ばれていた。地水詳細はオランダの地水を、 三正教オランダの観光資源の一つとなっている風車は15世紀以降産業革命の影響によりその役目を終えるまで主に干拓地の排水を目的に建てられていた。その後、1953年2月1日の満潮の日に980ヘクトパスカルの低気圧がオランダ南西部を追った4.5メートル以上の高潮が発生し破壊されたダムの長さは 延長5 0 0トルに及び1835人の犠牲者、家を破壊された者20万人というオランダ史上最大の洪水被害が生じた。オランダ政府は再発を防ぐため1958年デルタ法を制定し、ライン側、マース側、スヘルデ川川口部全域に膨張堤防、水門、稼働石等を設けるデルタ計画を明らかにし、 1997年に工事を完遂した。なお、堤防、水門、堰、水路などの治水施設の運営や、干拓地の管理水位の決定は、州や基礎自治体から独立した行政機関である水管理委員会によって行われている。気候ランダの気候は、暖流の北、大西洋海流の影響を受け、高緯度ながら温暖な西岸海洋性気候が広がる。 季節による降水量の偏よりはあまりなく50ミリメートルから80ミリメートルの降水が毎月見られる。ドン天が貴重となる。北海からの風が強く、オランダは、この風を風力として長らく利用してきた。夏季は外して短く、冬季は年によって寒暖の差が激しく、真冬日や、氷点下10度以下の寒さになることも珍しくない。 首都アムステルダムの都市平均気温は9.7度、平均降水量は798.9ミ、mm、リメートル。1月の平均気温は2.3度、7月は16.5度である。オランダ最大の経済都市であるアムステルダム。欧州有数の世界都市でもある。詳細は、オランダの経済を、参照2014年のオランダの GDP は、約8,807億ドルである。 世界17位の経済規模であり、EU 加盟国では5位である。また、同年の一人当たりの GDP は52,225ドルであり、世界的にも上位に位置する。オランダ経済は、1980年代以降に政府が取った開放経済政策により国際貿易を中心として発展してきた。最大の産業は金融、流通を中心とした。 サービス産業であり、全 GDP の2、3を占めている。アムステルダムには、ユーロネクストの取引所である、アムステルダム証券取引所が置かれている。また、ライン側の加工にある、ロッテルダム港は、欧州最大の港である。事業を手掛ける場合には、各オプションについて、賛否両論を比較検討し、メリットが上回れば、感情論は置いて決断する。 こうした決断はオランダに限らず北欧のプロテスタント系の国々に見られる合理主義が徹底されている。その中でもオランダは感情を超えて判断する以外にも禁止事項を避けることで秩序を保つことに成功している経済大国と言えるだろう。成長の原動力となってきたのは失業問題など貧富の核、エネルギー、資源産業ではオランダは 天然ガスの大生産地であり、輸出国でもある。石油生成産業も重要であり、代表企業として、ロイヤルダッチシェルが国内だけでなく、石油メジャーとして世界中でエネルギー資源開発を行っている。製造業では、ユニリーバやハイニケンなどに代表される食品、家庭用品産業、フィリップスに代表される、電気産業、DSM に代表される、 科学産業が代表的な産業である。チューリップや野菜、チーズ等の乳製品で有名な農業分野は非常に近代化されているが、国内経済に占める規模は21世紀の現在では数パーセントにすぎる。2014年には麻薬取引や売春などのサービスも GNP に参入するようになったが、これらのサービスは0.4%に相当し、 チーズの全消費量をやや上回る水準となっている。貿易に関しては、ドイツが輸出入ともに最大の相手国である。ベルギー、フランス、イギリス、アメリカなどがそれに続いているが、近年は輸入相手国の第2位に中国が入っている。税制では、実行法人税率が周辺諸国より低い約25.5%に抑えられており、 海外からの企業誘致が進んでいる。1970年代に北海において天然ガスの資源開発が進んだ結果、オランダギルダーは増加し、国内産業は輸出競争力を大きく喪失した。一方で、潤沢な歳入を背景に政府支出は増大した。その後の資源価格低迷で、オランダには壊滅した産業と莫大な財政赤字が残された。 そのため、1980年代前半には、労働需給が急速に悪化。失業率は14%に達した。1983年、ワッセナー合意により、ワークシェアリングが普及し始めてからは、失業率は次第に低下し、ほぼ完全雇用状態となった。物価に関しては、オランダは従来より低物価政策をとっているため、比較的良好である。 しかし、統一通貨であるユーロを導入してからは、同じユーロ通貨圏であるフランスや、特にドイツに対しては、若干高物価である。貿易面では資源を大幅に輸入し、高度な工業製品を輸出する形態をとっており、ドイツが最大の貿易相手国である。日清、タラ、サバなどの遠洋漁業が昔から盛んであったが、20世紀に入り、 巨峰の近代化が遅れて衰退した。沿岸漁業は、ムール街、カキ、エビ及び、タビラメが中心である。オランダの農地農業は、重要産業の一つであり、オランダは、アメリカ合衆国に次ぎ世界、第2位の農産物輸出国である。高度な集約化、機械化により、農業の生産性は、欧州連合諸国の中でも高く、農民の生活は、総じて豊かである。 オランダ農業の発展は土壌本来の肥沃さよりも創意と労力に負うところが大きく土地はむしろ痩せている。主な農業地域はゼーラント州からフロー人間州に至る海岸地帯のポルダーで海なり主義年度からなる西南部とフリースラントフロー人間領州海岸部のポルダーでは良質の穀類と根菜類を算する。第二の新しい農業地域は干拓された。 アイセルコのポルダーで多様な生産が行われている。南部は市場向け園芸農業が主であり、フリースラント州のポルダーは、ノールトホラント、ゾイトホラント領州に匹敵する畜産地域である。オランダ南部や東部のサレキ地は肥沃とは言えない土壌であるが、土地改良により1950年頃まで高地が大きく拡張されてきた。リンブルフ州南部は、 他の地域と全く異なり肥沃なローム土壌で、高地と牧草地が半々になっており、工業の発達に促されて、落農と市場向け園芸農業が盛んである。粘土地域の保有面積は平均40ヘクタールであるが、100ヘクタール以上の農場も多い。旧冷淡地帯の経営面積は平均28ヘクタールである。天才は砂糖用。 飼料用ともに特に北部と南西部で作られている。加工農産物には北東部の旧データン地帯を中心とするボール紙があり、重要な輸出品となっている。1960年代の市場向け園芸農場面積は約14万ヘクタールで、特にノールトホラント州とゾイトホラント州に多い。またアルクマール北部地域はキャベツ、ホールンとエンクホイゼンの間は、 果物と花の種子が専門である。また、チューリップをはじめとして、柿の生産がとても盛んである。オランダは、世界の花市場の6割強を占めており、中でも、世界最大規模の柿卸売り市場である、アールスメール花市場は4割もの占有率がある。果樹栽培は、全国的に盛んであるが、リンブルフ州南部とヘルデルラント州及び、 ユトレヒト州西部の川なり粘土地域は牧場か果樹園が一番多い。牧畜は牛乳とその製品が主目的であるが乳牛の飼育と輸出も多い。最も古い落農中心地は北ホラント州と南ホラント州及びユトレヒト州西部である。豚には2種あり、国内向けにはオランダ肉用豚が輸出用にはベーコン、ハム用豚が飼育されている。 オランダの代表的なチーズにはゴーダチーズ、エダムチーズがある。かつて政府が担っていた農家への普及指導業務は1990年代に民営化され、現在ではほとんどの農家が民間コンサルティング会社を利用している。採用手のデルフィー社は日本を含めて約50カ国に進出している。オランダは天然ガスの世界第9位の産出国であり輸出国でもある。 一方、石油や石炭は輸入している。一時エネルギー供給量の83%は国内生産で賄われている。天然ガスは EU 諸国内で2番目の生産量であり EU 内での総生産量の約30%に達している。2005年の推計では50から60兆立方フィートの埋蔵量があると言われており、 世界全体の埋蔵量の零点九パーセントを占めている。天然ガスは全生産量の二三を国内で消費し、残りを輸出している。この輸出量は世界第五位である。天然ガスのほとんどはフロー人間州で産出され、一部は北海ガス田で産出されている。フロー人間のガス田の権益はロイヤルダッチシェルとエクソンモービルが保有しており、 この権益保有企業と国策企業のガスにへと異分が採掘を行っている。石油は北海油田で産出されているが国内需要量には届かないため輸入が行われている。石炭は需要量のほぼ全量が輸入されている。石油小売りのガソリンスタンドはロイヤルダッチシェル、BP、テキサコ、エッソなどが国内河川状態である。 電力は主に火力発電と原子力発電により賄われている。年間の総発電量は93.8兆キロワットアワーであり、そのうちの4%の4.1兆キロワットアワーが原子力発電によるものである。火力発電は主に天然ガスと石炭により行われている。近年、海上に大規模な風力発電施設が建設されるなど、 再生可能エネルギーの利用も広く行われるようになってきているが、総発電量に占める割合は2.37%と小さい。政府の目標としては2010年に再生可能エネルギーが総発電量に占める割合を10%にするという目標も存在している。電力小売の分野では1998年から 段階的に始まった自由化が2007年で完了した。現在、一般家庭においても電力会社を選択することができる。配電電力会社の大手は、エスント、エニコ、ヌオンなどであり、これらの企業は同時に水道、ガス、スチームの供給も行っているため、一般家庭において自由自在に契約会社を変えるという状況が実際には起こってはいない。 オランダの工業化は天然資源の欠乏のために遅れはしたが、19世紀半ば以後は成長を続けた。オランダは民間資本が豊富で、はじめは既存工業の技術向上に力点を置き、乳製品、マーガリン、ジャガイモ澱粉、ボール紙など農産物利用の工業を主としたが、その後電気器具、ラジオ、合成繊維、機械部品のような、 原料をほとんど必要としない工業に資本と研究を注ぐようになった。コークス製造、化学工業から鉄工業まで発達するに至ったのである。その一方では人口の急増が目に見えており、戦後復興のためにはまず第一に工業化を一層進めることが必要になった。オランダは鉱物資源が乏しいにもかかわらず、20世紀に入って、 金属工業を確立した。鈴、アルミニウム、亜鉛の精錬も行われている。60年代の半ばには従業員50人以上の造船所の数は約100であったが、近年は船舶の建造より有利な石油化学工場の建設工事に切り替える傾向にある。機械工業の中心地はアイント方辺と内面辺である。化学工業は最初は 岩塩とコールタールに基礎を置いていたが、現在では、ロッテルダム地区、ヘレーン、テルノーゼンを中心とする、石油化学工業が最も重要になっている。代表的な製造業としては、製鉄、機械、電気機器、造船、航空機などの金属工業が第一に挙げられ、これに次いで、食品化工業、化学工業が挙げられる。航空機産業では、 国家社が小規模ながら健在で短中距離用民間航空機フレンドシップ機を製造し新機種の開発も進めている。オランダの製造業はこれまでフィリップス、ユニリーバ、アクレイオン、ダフトラック、ASML などの大会社のほかは多数の中小企業があるという状態であった。政府の経済政策による振興業化に最も寄与したのはフィリップス社で、 約20の都市に新工場を建設した。食品工業は近年停滞気味の輸出の牽引力として有力視されている。国際的食品加工企業のユニリーバ、ビールで有名なハイネーケン、カクテルに使用されるリキュールやスピリッツの製造メーカーとして知られるボルスやデカイパーの本拠地はオランダである。詳細はオランダの交通を参照ロッテルダムコオランダは ヨーロッパの交通の要衝にあたっており、運輸、通信部門は早い時期から近代化されている。欧州連合の海の玄関口とも言われる、ユーロポート港がライン側の河口にある。ロッテルダム港には石油生成コンビナートがあり、港に運び込まれる原油はコンビナートを通過し、パイプラインで周辺諸国に輸送されている。主要空港であり、物流拠点でもある。 アムステルダムスキポール空港は2005年には91カ国の260都市へ直行便を持っている。また格安航空は南部のアイントホーフェン空港を主な発着拠点としている。道路は欧州自動車道路の高規格道路によりドイツ、ベルギーなどの隣接国と直結しておりフランス北部からドイツ北部を経由して ポーランド方面への主要輸送ルートの一部ともなっている。これら高規格道路の通行料金は現在のところ無料で最高速度は時速 120km である。鉄道はオランダ鉄道が都市間輸送や貨物輸送を担っており、貨物輸送ではロッテルダムからドイツのルール地方への貨物専用鉄道が2007年に完成している。旅客輸送では フランスのパリから最高速度時速 300km の高速列車タリスがドイツのフランクフルトから高速列車アイスがアムステルダム中央駅まで直通している。国内の都市間鉄道網は欧州でも随一の利便性を誇り、アムステルダムやユトレヒトやロッテルダムなどの主要都市間では10から20分ごとのパターンダイヤとなっている。都市内や郊外を結んでいるメトロ。 トラム、バスは、オランダ国内で、同一の運賃支払いシステムを採用しており、公営、民営を問わず同じ回数。自転車交通も重要な手段の一つで、都市内外を問わず、ほぼ全ての幹線道路に自転車専用レーンが設置されており、自転車と小型のバイクが走行する。自転車道がない場合も自転車で歩道を走行することは禁止されている。 自転車道の総延長はおよそ1万5 0 0 0トルで人口と自転車の台数がほぼ等しく自転車保有率は世界一。なお、宣言条約により周辺国との国境では国境審査や税関検査などは通常行われていないため国境通過による時間的ロスは存在しない。詳細はオランダの通信を参照インターネット接続の 普及率は欧州諸国内で最高の約80%に達している。国内ほとんど全ての地域で DSL とケーブルインターネットの高速接続が利用でき、高速接続の普及率は31.9%とデンマークに続いて2位であり、日本の20.2%より高い水準にある。DSL とケーブルインターネットのシェア割合は60,40であり、 FTTH の普及率はそれほど高くなく、国内最大のプロバイダーは KPN である。都市部では、公衆無線 LAN によるインターネット接続サービスも行われている。また、国際銀行間通信協会のオペレーションセンターを抱えている。他方、2011年デジノター事件によりその安全性が問題となった過去を持つ。携帯電話は国内すべての地域で、 GSM 網が大都市及びその近郊で 3G 網が利用できる。日本の NTT ドコモと AU、ソフトバンクの携帯電話はオランダ国内でローミング接続を利用することが可能である。最大の通信事業者は KPN モバイルであり、その他 T モバイル、ボーダフォンが国内でサービスを行っている。地上波テレビ放送は2006年にデジタル化が完了している。 高画質放送はあまり行われておらず、標準画質放送がほとんどを占めている。放送方式は、欧州共通の DVBT 方式で、日本の独自仕様である ISDB 方式とは互換性がない。また、衛星放送も普及しており、オランダ向けの放送だけでなく、西欧、東欧、旧ソ連、中近東の放送も視聴可能である。詳細は、 オランダの医療及びオランダの薬物政策を参照オランダにおいてはユニバーサルヘルスケアが達成され強制保険システムとなっており医療保険は民間企業が引き受けている2016年にオランダはどの国が欧州において最高の医療システムを持っているかを調査する欧州保険消費者指数において1000点中の916点を獲得し1位となった 2005年以降の SC においては、毎年ベスト3を保ち、評価項目の48つにおいては、欧州37カ国において6年間トップであり続けた。詳細は、オランダの教育を参照オランダでは、憲法に教育の3つの自由という考え方があり、200人の生徒を集めれば、法律に違反しない限り、どのような学校を作っても良い。このように、オランダでは、 学校単位で広い権限が与えられているため、一概にオランダ全土の教育の特徴を一言で語ることは難しい。厳格な教育を特徴とする学校もあれば、宗教職を全面に出す学校、自由度の高い教育を特徴とする学校もある。12歳の段階でシートテストという全国規模での学力テストが実施され、その時点での成績に応じて、 進学先を決めることになる。人口ピラミッド国王誕生日を祝うアムステルダムの人々詳細は、オランダの人口統計を参照住民は、ゲルマン系のオランダ人が83%で、それ以外が17%である。オランダ人以外としては、トルコ人、モロッコ人、あるいは旧植民地からの移民などがいる。国土の大部分は平地であるため、人口密度は、 高いが比較的広々としている。人口は東京都と栃木県を足したくらいで、その人口が関東平野全体に広がったイメージである。中央統計局が1999年に発表した資料によると、オランダの全居住者の平均身長は1 7 3 5トルであり、男性平均1 8 0トル女性平均は、 男性よりも13センチメートル低いとある。詳細は、オランダの言語を参照公用語はオランダ語。フリースラント州ではフリジア語も公用語として認められている。識字率は99%で、国民の3、4は2カ国語を話すことができ、44%は3カ国語、12%は4カ国語を話すことができるとされる。英語のほか フランス語やドイツ語などを話す人が多い。オランダでは、全知し、番を含んだ性が多く見られる。番は、英語をブあるいはフロムの意味を持ち、出身地を示すが、現代では、元の意味はほとんど失われている。英語圏で見られるようなミドルネームは持たない。複数の個人名を持つこともあるが、日常的に用いるのはそのうちの一つだけであり、ほとんどの場合は、 ファーストネームを使う。そのため大部分の人は、ファーストネーム、性の組み合わせで広く知られることになるが、フルネームで最もよく認識されている場合もある。貴族の家系では、破損版買ったダウかなどの複合性を持つこともあり、この場合破損は、ファーストネームではない。騎士に対応する称号としては、リターが知られる。ファーストネームが複雑な場合には省略した通称で、 呼ばれることもあり、例えばハイラニムースックが通称ユンなどとなる。大きな契約や結婚、ID カードなど以外には通称を用いるのが普通である。複数の個人名を持っている場合、通称も複数個からなるものを用いることがある。詳細は、オランダの宗教を参照現在のオランダ国民は世界で最も宗教に関心がない国民の一つとされる。 過去にスペインを本拠とするハプスブルク家の領土、オランダ改革派の台頭、インドネシア占領を経験して、2015年の統計では国民の50.1%、詳細はオランダの文化を参照オランダ文化の象徴と、アイコンオランダは古くより他国で思想、心情を理由として迫害された人々を受け入れることで反映してきたという自負があるため、 何事に対しても寛容であることが最大の特徴と言える。とりわけ、日本にとっては、徳川幕府による鎖国政策に際し、キリスト教の布教活動禁止という条件に、欧州諸国で唯一応じ、長崎の出島を介した貿易を通じて、欧州の近代文明を乱学という形で、日本にもたらし、明治維新後の急速な近代化を推し進める礎となった。 また、ポルトガルが統治したカトリック国として近年、インドネシアからの独立を果たした東ティモールとは、異なり、東インド会社によるインドネシア統治に際しても、キリスト教ではなく、イスラム教の普及を、むしろ領地拡大の手コとして利用したほどである。現在でも他の欧州諸国に比して実に、多くの移民が、その暮らしやすさのために、合法、非合法を問わず在住している。 合法的に入国を果たした EU 域外からの移民については、オランダ語講習、社会科講習、就職相談をセットにした、いわゆる市民科講習の実施を他のヨーロッパ諸国に先駆けて行うなど、一定の移民対策も講じている。しかし、イスラム系住民の中では、イスラム過激派が力を伸ばし、著名な映画監督、 テオファンゴッホなどの暗殺事件やプロテスタント教会の焼き打ち事件などが頻繁に起こるようになっている。このためイスラム系住民に対する反感が増大して、イスラム移民の排斥を掲げる極右政党自由党が勢力を伸ばし、自由党が格外協力する、現政府もイスラム系移民の規制やイスラム教徒の衣装であるブルカの禁止などの政策を採用するようになった。 EU 憲法の国民投票での秘訣にも、このような感情が反映されているとされる。大麻等ソフトドラッグの販売、所持、使用、積極的安楽死がいくつかの欧州諸国と共に合法化されている。もっとも、ソフトドラッグに関しては当局により設けられた規則に、従い厳格な管理、監視がなされており、バルケネンで政権の時代は一部見直しも、検討していた。 また、安楽死についても依然として、見直しの議論が続いている。1991年には、刑法が改正され、16歳以上で、ポルの出演、性行為が適法とされる。国の許可を得れば、管理売春も合法である。売春を、国の管理の下で合法化したことで、衛生状態の向上が図られ、性感染症感染率が低下し、 また税収増加、売春に従事する女性たちの保護の充実などが実現したとも言われている。このようなことから世界有数の性の解放区として知られているものの、性犯罪をすれば容赦なく逮捕されることには他国と何ら変わりがない。またこれらの行為に関わることは、それなりにリスクも大きいので、自由な一方で自己責任で行動しなくてはならない国だとも言える。 性役割は1970年代は男は仕事、女は家庭だったが、その後変化し女性も労働市場に参加するようになっている。なお2001年より同性同士の結婚が認められている。結婚の際には夫も妻もそのままの性で結婚することも、配偶者の性に変更することも、配偶者の性の後に自己の性を放置することも可能である。子供は、 どちらのせいでも構わないが、同じ両親の子の名はいずれも同じ生としなければならない。なお、移民受け入れで有名なオランダだが、オランダ人もまた他国へ移住することが多い。特に言語、文化などで共通点が多く、税金などがオランダに比べて安い隣国ドイツに移住することが多い。同じ EU ということもあり、ドイツへの移住は気軽に行われている。 詳細は、オランダの芸術を、参照詳細は、オランダ語文学を、参照詳細は、オランダの音楽を、参照詳細は、オランダの映画を、参照個別のスポーツ競技は、オランダのスポーツを、選手については、オランダ人のスポーツ選手一覧を参照。詳細は、オランダ料理を、参照詳細は、オランダの建築を、参照詳細は、 オランダの世界遺産を参照オランダ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が9件、自然遺産が1件存在する。カテゴリー、オランダの人物、オランダ人の一覧、およびオランダ人のスポーツ選手一覧も参照本国政府日本政府内観光その他。ありがとうございます。